ました。1号艇、1号艇、鳥塚、ハードから4号艇、徳松も好スタートを切りました。1番機、1号艇、鳥塚、先制する。4号艇、徳松が巻き出した。あるいは間から5号艇、スローズ、内側から2号艇、平川、3号艇、浜根が続く。まくり出しから4号艇、徳松秀樹が先頭。まくり出しが入った4号艇、徳松秀樹が先頭。安定板を外しての調整。いや、変わってないですね。でまあ、足色的にはない方がまだごまかしが効いてる気はします。スタート点地は外枠勢動きがありまして、内側から1号6ダッシュが2、3、4という並びになっていました。外枠の2人に対して1号艇一ノ瀬だけが抵抗しています。2コースは5号艇前本康和スタートしました。3コース6号艇西島ダッシュの3艇もコースアウト。ややインの1号艇一ノ瀬スタートへこんだが、それでも逃げる1号艇一ノ瀬、5号艇前本が切り込んでくる。巻き出すは3号艇室田、まくった6号艇西島、内側から2号艇三角が続く。刺した5号艇前本が先頭、刺し切った5号艇前本康和が先頭。微妙な回転は少しズレはあるんですけど、はい、足自体はいいと思います。逃げたいのは1号艇松井、2号艇今村が刺してくる。3号艇ラインアップ繰り出すか、切り込んでくるのは4号艇前本、間から5号艇隅は割ってくる。逃げる1号艇松井、内側から迫ろうとする3号艇新井の突破しどうか。2マーク内側から3号艇新井が先制した。1号艇松井はここは冷静に差し返しを狙いますが流れました。勝負がけ実ったか。3号艇新井照俊、決して数字の良くない38号機なんですけれども、はい、どうでしょう。いや、あの途中転覆された方が整備を、はい、あのシャフト変えたりシリンダー変えたりしてるんですけど、それから見違える動きをしたそうでした。だからここ最近2節ぐらいは悪くないみたいですね。いや、今のやっぱまくり差しで入ってこれますからね、はい。